どこが誰ですか。松井市長こちらの方に。松井市長こちらで。それでは囲み取材を始めさせていただきます。まず最初にこちら の, あ の, こ, のこの囲み取材につきましては、この事業のみの質問をさせていただきます。それでは質問をお願いいたします。の佐藤と申します。事前にお聞きしたいんですけれども、新型コロナの中で の, あの虐待事案についても議題にあったと思うんですけれども、その事前の中でどういうふうに対応、どういったところが課題で、どういうふうに対応することが必要だと思うんでしょうか。新型コロナウイルスで、さまざまな影響はやっぱり出てると思います。経済的な影響、親御さんの影響、子どもさんの心身に対する影響、さまざま出てる中で、やはり虐待リスクは新型コロナウイルスの禍の中で高まっていると思います。その中でもただ休校等もあってですね、学校や幼稚園等のいわゆる通告期間がなかなか通告件数が減ったということは、やはり虐待リスクがコロナ禍においてはより高まっているということだと思います。なのでその課題を今日認識を持ってきましたので、それぞれの幼体教のあり方もそうですけど、それぞれのこのいかにコロナ禍でリスクが高い中で情報共有をして、できるだけ早く児童虐待の兆候をキャッチして、未然に防ぐのがということ、それがいかに重要かということを今日は共有しましたから、今後コロナ禍においては児童虐待リスクが高まる中で、よりいち早く関係機関が連携して、重大な虐待防止につなげていきたいと思います。関西テレビの上田と申します。知事にお伺いさせていただきます。先週に明石市の方で児童虐待の誤認保護の事案について、半年ぐらい検討会、大座前回と、検討会が行われてまして、でその結果を受けて、この次年度から明石市は一時保護のについて、第三者委員会がチェックするみたいな仕組みを導入することを決めているんですけれども、今厚労省の方でも一時保護の司法審査、いわゆる裁判所がチェックするかという制度について、議論されている、まもなくその検討会の結論出るようなんですけれども、改めて大阪の方でこういった一時保護の第三者のチェックみたいなことについて、厚労省の結果が出たらそれも踏まえてなくとも、こういった会議の場で検討されていったりする予定は、お考えはございますでしょうか。はい、厚労省から何か新しい方向性であったり、そういった指針のようなものが示されれば、これは大阪府においても検討していきたいと思います。ただ現状で、じゃあ一法をどうするかというときに、やはり重大な児童虐待ゼロというのを我々一番大きな目標にしてますので、疑わしいものがあればまず一時保護するというのがやはり鉄則だろうというふうに思います。その中で、その正当性、今は家庭裁判所で2ヶ月ごとにチェックするような司法的な審査の仕組みもあるんですけれども、それもしっかりその枠組みの中でやっていきたいと思いますけど、まずはやはり子どもたち、最後もし児童虐待だって重大な場合、命が失われる恐れもあります。最後守るべき親が虐待者を守るべき人がいないという状況にも追いやられている子どもがいるということもやっぱり考えなきゃいけないので、そういった意味では一時保護については子どもたちの命を守るというのはまずは一番大きな目的としてやっていきたいと思います。でもちろんその厚労省の指針等が示されれば、我々としてもそこは問題意識もありますので、この対応というのも検討したいと思います。あとは一法の適宜だけじゃなくて、その面会の部分でのあり方というのもここはいろいろ検討すべきことがあるんではないのかなというふうには思っています。具体的に今の問題意識というのはどの点にあるんでしょうか。つまり明石市でそういう仕組みが導入された理由として、泉市長がおっしゃっているのは、
きぜんと保護するためにも、まず第三者の支援があった方がいいだろうと。今つまり児童さん児童相談所の権限が強すぎるので、児童相談所だけで保護もできて、介助もできて、まあ、全て児相でやらないといけない。でこうやって虐待、果敢に保護だけ言ってると、まあ、保護はするけれども、どうやって返していいのかという適切な判断が、まあ、ちょっとしにくいということで、非常に児相にプレッシャーがかかっていると。だから、きぜんと保護する、あるいは、まあ、その誤認保護を防ぐ、その両方のためにもこういった仕組みが必要なんだというようなことを、まあ、おっしゃっていて、まあ、多分厚労省も、同じ方向性以来議論されているんですけれども、まあ、大阪の方で、まあ、自治体レベルでできることも、まあ、明石の例を見ているとあると思ったんですけど、その辺はなんか存在意識が。なんか児童虐待してないのに、まあ、ある意味その5人で一応され保護になるというのは非常に大きな苦痛にもつながると思ってますし、そういったことはやはりあってはならない、それを避けるためにどうしなければならないかというのは考えなければならないことだというふうには思っています。その中でただ児相が今までのノウハウを持って、そして、まあ、最後は統合していくわけですけれども、まずは子どもたちの安全を確保速やかに守るということもまた重要な視点だというふうに思いますので、明石の問題意識は理解できるんですけれども、その厚労省が通知が出るのであればその中にも検討したいと思いますし、まずは速やかに危険があると、児相もそのむやみやたらに地方はやりませんから、やはりその経験と調査をもとにやりますので、そういった意味ではまずは子どもの命安全を守るということを大きな目標として、大阪の方針としては進めていきたい。ただまあ、ご指摘のような問題もあると思いますので、その親御さんとの面会の点であったり、それの一応は本当に正しいのかということの、まあ、検証なのか、これはしっかりこれやる必要があると思いますけれども、現時点では一応の方針としてはまずは子どもの安全確保、そして問題意識をきちんと認識しながら対応するということが重要ではないかというふうに思っています。何かございますでしょうか。カンテレのやつ見ましたよ。ちゃんと問題意識は持ってますね。先の会議でも次に4月から警察との全権協力が始まりますということが確認されたと思います。で、まあ、これはまあ、これまでも課題について議論されていると思うんですけれども、改めて今後開始されてどういう課題が見つかったらどういうふうに、検証とか見直すっていう、見直す前提じゃないですけど、課題がどういう場合に課題があってどういうふうにこう検討していくかっていう、その この今後の課題はどの点を見ていくかということについてちょっと一言いただきたいと思います。はい、まず大阪府で先行して全権協議をやってますけれども、これは相談被害があったということもないし、また警察の方も大阪府警はこの児童虐待に対して特別の室を作ってくれたり、かなり積極的な行政との連携理解を持って進めてくれてます。またこういった今日の会議であったり、いろんな研修も通じ、合同研修も通じて、やっぱり従来の児童虐待をなくしていこう、守っていこうという視点で同じ方向を向いている、そこが非常に重要だと思っています。捜査機関と、まあ、保護する機関、まあ、かつてはそういう関係の二者択一的な指摘もあるんですけども、やはりここは重大な虐待を防ぐという意味でダブルチェックしていく、そして情報を共有していくという大きな目標を視点を持ってですね、これを進めていく必要があると思っています。まあ、その中で、もちろん、まあ、警察にすれば捜査情報もあるでしょうし、さまざまな課題もある。我々としてもどううまくスムーズに情報共有するかという課題もありますけど、そういったものを乗り越えて、まあ、大きな目的としたら、やはり警察にもさまざまな情報もあります。自治体にもさまざまな情報もあります。そこをうまく共有させて、重大な児童虐待をいち早く、キャッチして対応して大きな結果が被害が出るのを防ぐという同じ目的を持って進めていきたいと思います。他ございますでしょうか。
上級の仕方とかいろいろ大阪市とかも課題ありましたけど、システムも回収したりいろいろできるようになったので、まあ、今日この会議でも確認されましたけど、大阪府、大阪市、堺市、すべて警察との全県教育というのは児童虐待防止の観点から進めていきたいと思います。質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは取材を終了させていただきます。今後の知事にも残りでできまして、皆さん一旦出ていただきます。知事もすいません、出ていただきます。改めて知事の確認したいしますんで、ちょっと待ってくださいね。それでは知事登庁時の確認を始めます。まだ不正に関する質問からお受け出します。中央新聞の太田です。聖火リレーに関してなんですけども、本日丸川大臣もですね、記者会見の中で特に都市部ではですね、密にならないように注意してほしいと発言をされていまして、知事の方はまん延防止等重点措置の行政のことでの考えを示されていますけども、仮にまん防が適用された場合ですね、聖火リレーに関してですね、対応等を何か考えていらっしゃることはありますでしょうか。まん延防まん延防止等重点措置の中身をどうするかということにもよると思います。まずまだ適用もされてませんので、何度も僕の方で話しすぎたいですけど、まん延防止等重点措置の地区になったとしても、おそらくその野外でのイベントについて何かこう大きな規制が生じるということはないだろうと思っています。緊急事態宣言になれば別ですけども、そういう状況ではないということに なれば、それに基づいて判断する、通常の野外のイベントと同じように、この聖火リレーについても判断するということにもなると思いますし、聖火リレーをいかにこう密を避けてやるかというのは、これはその聖火リレーの本部からも、いろんな方針も示されているところもありますから、そういった意味では、密を避けるやり方で、屋外のイベントでもあるので、感染症対策をしっかり取りながら、この まん延防止等重点措置の会に指定がされても、この感染症対策を徹底して実行するということになるんだろうと思います。マンボウに関してなんですけども、昨日兵庫県の井戸知事の方がマンボウに関して、必要なら躊躇なく要請するというお考えを示されているんですけども、これまで緊急事態宣言の解除要請も、京都、兵庫と足並みを揃えてきましたが、マンボウに関する要請に関しても兵庫、京都と足並みを揃えるお考えというのもあります。この情報共有については常にこのまん延防止等重点措置についてもやろうということで、今兵庫、京都とも常に情報共有しています。大阪としてどう考えているのか、どういう方針なのかというのもこう伝えながら情報共有をしています。ただ緊急事態宣言はこれは全国的に発するものでありますし、いわゆる国家の最終手段としてあるという中で、京阪神の一体でということが必要できましたけど、ただまん延防止等重点措置というのは都道府県ごとにやっぱり指定するというのと、都道府県の中でもこう知事がエリアを絞ることができて、この対策ってなんか変わってくると思うので、そういった意味で必ずしも連携は必要だと思うんですけど、必ずしも一体になって要請をしたり、一体になって、こう何か対応を共通にするというものでもないのかなと思ってますので、やっぱりそれぞれ の京都、兵庫、大阪、今やっぱり兵庫も受けている、京都は少しそういう状況でもないとも言ってますから、やはり感染状況も違いますし、医療の逼迫状況も違うので、それぞれの地域に当てて適切に判断する。ただ情報共有については、密にやっていこうということで、今3県は連携して進めています。ただ何かこうワンボイスにするということはないんじゃないかなと思います。マスク、朝日部京太さん、マスクの義務化についてお伺いしたいんですけども、前提として現状としては、マスクせずに飲食店を利用している人たちが感染を拡大させる一つの要因だというのが知事の考えとしてあるんです。それは感染拡大の場につながっていることは間違いないと思っています。
これはあの単純な僕の考えだけではなくて、あのもう専門分科会でも示されていることでもあります。あのマスクなせずに、まあ、いわゆる会食の場、飲食の場でやっぱ広がっているんじゃないかということは、もうあの分科会の場でも指摘されている、専門家も指摘しているところだと思います。で僕もまあ保健所 の、ね、あの報告なんかも聞くと、やっぱりその飲食、その酒を飲むような場で、まあ、広がっている事例はあるというのを聞きます。またあの、まあ、単純に考えてもこのウイルスって唾液の中に多く含まれてますから、あのいわゆるその飛沫感染で広がっているわけです。もう出どころは分かっているので、しかも無症状軽症の人もいるという状況ですから、まあ、そういった方があの飲食の場なんかっていうのは一番マスクできない環境なので、うん、そこでこうお酒飲んだら大きな声も鳴ったりする、でそこで目の前に飲食とかあのいろんなものを食べたりする、こう3密になってたらやっぱりあのこの空中にあのエアロゾルでやっぱり広がりやすいということはもう明らかだと思いますが、僕はそれがあの大きな原因だというふうに、それ以外の場で何かこう口を大きくあの閉じない、広がっているところがあるかといえば、まあ、一つはスポーツもあるとは思いますけれども、それ以外で何かこう大きく、まあ、例えばカラオケとかもそうですね、あのそういった点やっぱりこうマスクできない環境のところ、マスクしない環境で、密になっているところ、そこがやはりあの最初の出発点にやっぱりなっているんだろうと。まあ、家庭なんかは もちろんそうですよね、あの家族、家庭内感染が多いのはやっぱりそれが理由で、それ以外の環境でいくと、かなりあのマスクをしている方は広がっているんじゃないかというふうに思います。あの今ここはもうちょっとあの広がるし、あの僕も今だけマスク取っているのは、あの聴覚障害のある方に取っているわけですけど、基本的に仕事するときみんなもマスクをあのしています。ただ、食事するときはマスクなかなかやっぱり難しい。のが普通だし、あのやっぱりそのマスク会食というのもやっていただいている方もいらっしゃると思うんですけど、あの大きくは広がってないというふうに思っています。あの そこで細かいところなんですけども、あの入場時じゃなくて会食、食事、まさに食事中でのマスクの付け外しをこう徹底したいという意図だと思うんです。はい、で、うん、あの施工例を読む と入場禁止 あとその施工通知の中では、すでに入場している人たち人に対しての体重を命ずることが、そこの部分で会食を徹底したいという考えとしていいでしょうか。そうです。あの法的な根拠としては、あの府民の皆さんにもまん延防止等重点措置が適用された場合には、あの感染防止の対策を求めることができるという条文がありますから、あの正確には府民の皆さんに対してはそこでお願いする、そして事業者の皆さんに対してはあのその入場禁止だったり退場もできるということですから、あのそれも合わせた解釈ということになるとは思います。まあ、分かりやすく言うとですね、お客さんはマスク会食の、まあ、利用者もですね、あのお客さんにおいてはマスク会食を、まあ、あの政令上の義務としてこれはお願いしたいということが一つと、もう一つは飲食店においてそのマスク会食、これは結局お客さんがやる話なんで、飲食店においてはアクリル板の設置であったり、CO2 センサーの設置、ここを政令上の義務とできないかということを今検討しています。ただこの後者の前者のマスク会食の義務というのは読み込めるというふうには、あの国との調整でもあの理解し、あのそういう調整に載っているんですが、後者の方については政令上読み込み方として換気の徹底というのがあるんですけども、まあ、そこに関連してアクリル板の設置とか共通センサーの設置を義務化できるかということについては今国と調整をしています。ただこれ義務は義務でもお願いなので、お願いというか、あの飲食店が悪いわけではありませんから、何かそこに対する経済的な支援策というのができないかというのも合わせて考えています。ただ大きな柱としては飛沫感染を防ぐ、そこに力を入れたいと思っています。時短要請もちろんこれの感染が急拡大時には必要なので、これはお願いする。合わせてやっぱり、やっぱりそこで営業もして、昼間であってもカラオケもあるし、昼間であってもお酒飲んだりリスクは一緒なわけですから、その機会が少ないというだけであって、
リスクとしては同じなわけなので、時短営業もいつかやめなきゃいけない、いつか終わらなきゃいけない、終わったらまた同じ問題が出てきます。感染を 急拡大しているときに抑えるのは重要だと思うんですけれども、持続可能な方策かというとやっぱりそうではないので、そうするとやはり持続可能な感染症対策として強めていくという意味では、このマンボウの政令上の義務というのがこれあるわけですから、その適用があればお客さんにおいてはマスク会食の義務化をお願いします。飲食店においてはアクリル板の設置や QO2 センサーによって換気の徹底をお願いします。この大きな2本柱をまん延防止と重点措置が適用された場合にはお願いできないかということを考えています。お願いというか、これはもう法律上整理があって、これはある意味義務としてもあり得るわけですから、何かここ上から言うつもりは全くないんですけれども、ただやっぱり感染症を抑えるという意味では、そういったまん防止というまん延防止と重点措置というものがあり、そして政令が定められている以上、それに基づいて、いかにこう社会が成り立つか、緊急事態宣言とかそういう完全にロックダウンなどをやらなくても成り立つ仕組み、というのを考えたいと、すごい政令の規定がある以上ですね、その政令の規定に基づいてお願いをしていきたいと思います。最後、知事、この義務だけの罰則がないっていう強調されるときに、この罰則っていうのは利用者に対して罰則ないということなのか、それとも飲食店に対して、飲食店にとってもマスクをせずに入場してきた人がいたとしても別にそれは罰則に対象にはならないよっていうことでの、この罰則はないっていう言い方なんでしょうか。利用者、お客さんに対してはもうそもそも政令上罰則はないと思ってます。ただその事業者に対しては、これは命令ができますから、ある意味これは罰則解除の対象にもなると思います。ただじゃ あの時短と違ってどうやってそれ誰かチェックするのっていう実務的なことを指摘されれば、やっぱこうチェックはなかなか難しいです。マスクつけてない人がおるやんかと、これ入場させてるやんかと、大丈夫命令してないやんかっていうのも、これも一瞬のマスクつけてるつけてないの話なので、時短に応じてるか応じてないかっていうのであれば客観的に分かりやすいですけど、東京で事例がありましたけど、ちょっと違って実務的にじゃあそのマスクがつけてないから命令を出せるかとか罰則が適用できるかというと、法律上はできるけども実務上もできないだろうと思ってます。そこはもう認識はしてますが、ただこれからの、ね、感染症対策の方向性として、時短であったり休業っていうのがまずこれが急激な感染を抑えるためにやっぱり負荷メインになるんですが、その前の段階としてのもう飛沫感染というのも見えてきているので、飛沫感染をいかに防ぐかっていうところでもう一段の義務ということ、これは今まで実際に適用もないし論じられてもないところなんですけども、今回のまん延防止と重点措置でできた、本来やっぱり飛沫感染を防ぐ、いや口をいかに制するか、ここがやっぱりポイントになると思うので、いやこれマスク会食なんかできんよ、こんなん何やってんのって、いろいろまたお願いかよとか、いろんなやっぱりご指摘、ご批判もあると思うんですけど、やっぱりそこを制していくようなことをやって、そしてそれがある程度こう一定数でもこう形になってくれば、その感染の広がりの速度というのはやっぱり下がってくるのではないのかなと。そうすると止める必要もやっぱりなくなってくるし、飲食店を経営されている方であったり、飲食を楽しみたいということも楽しめると思うし、そういった方向をやっぱり目指していくべきではないのかなと思っています。もう一つはやっぱりワクチンですよね。いかにワクチンを早く打つか。今逆に言うとワクチン以外にも方法はないので、じゃあどういう方法かというと、時短にばっかりなんか目が行くわけです。で、時短ももちろん重要なんですけど、どこから移ってるのってもう分かってるわけですから、もう口から移ってるんです。口からの唾液から出る、おしゃべりであったり大きな声であったり、そこから何かのニュースも出てましたけど、アメリカかどうかの研究論文でもやっぱりこの唾液、飛沫感染が非常にやっぱり唾液から出る飛沫感染が一番大きな問題、接触感染もあるんだけど、実はちょっとそこに目が行き過ぎてて、実は飛沫感染をより抑えなきゃいけないんじゃないかっていう、そういった研究報告も出てる、実際僕らの保健所のクラスター等っていうのはやっぱりそこだろうなと。でも人間生きていく上でずっとマスクし続けられないので、家庭とかも厳しいかもわからないですけど、
外での飲食の場面、マスク会食、これは定着にしてないし、ちょっとせっかく、ね、気持ちよくご飯食べようとするときにマスクなんかっていうのは思われるかもしれませんけども、まあ、そこはもう何度 もうやってますけど、ここで食べるときはちょっと下げて、食べて、喋るときはこう上げるとか、ちょっ ちょっとした仕草でやっても、口から発せられるものを一人一人ができるだけ抑え、飲食まで特に抑えていこうよっていうのがあれば、感染の速度っていうのは下がってくるんじゃないのかなというふうに思うので、そこを、今回のマンボウの適用があれば、ぜひ考えていきたいし、そこが目指すべき方向じゃないかなと思っています。台湾なんかでも、利用者の方にマスクをしてなかったら、マスク着用したのは罰則とか、利用者側、市民の方に対する義務というのは実はあるんですけど、日本の場合はそれはもう全くやらずに、お店ばっかりお願いしてきたわけですけど、結局お店がいかに対策をとっても、どんちゃんわーわー大騒ぎして、そこに感染者がいれば広がってしまうので、ここはもう、ある意味全体で抑えていくっていう意味で、お客さんの方も、利用にあたって、そこはもう正常に義務としてお願いしますということをやっていくべきではないかなと思っています。ずっとじゃないの、そのまん延防止の期間が増えているときはお願いします。 NHK の佐藤と申します。先ほど知事がおっしゃったように、まん延防止についてエリアを絞るときは知事が決定すると思うんですけれども、そのエリアを絞るときに何かしらのその基準だったり感染者数を見るとか、そういったものが考えられますか？もちろんです。そこはやはりエビデンスに基づいて判断したいと思ってますので、ここはまた近々本部会議を開きますから、その中で今本当に直近起きている感染状況等も含めて、どこで起きているのか、どのあたりで広がっているのかも含めて、きちんと数字の上で分析をした上で判断をしたいと思っています。石野さんお考えの中ではその府内全域でというよりも、どこか数値に基づいてどこかをというようなことを考えて、そこはもうやはりエビデンスに基づいて判断するということはしていきたいと思います。ただまだ国からもまん延防止等重点措置の適用を受けるという話も当然、今実務上の話はしてますけども、その決定も出てない段階なので、まずは本部会議で判断していきたいと、要請についての判断していきたいと思いますし、そこで具体的な数字の根拠を示しながら府の考えというのをまとめたいというふうに思っています。そのアクリル板の設置だったり、CO2 センサーの設置だったりとに、何かしらの経済的な支援ができないかと思うんですけど、このところ具体的に何か考えられているんですか？これは補助金です。そのアクリル板とか CO2 センサーを設置していただいた方に補助金を支給するという方がですね、補助金を補助の仕組みをするということです。その具体的な中身は今ご協力検討しています。どのぐらいの割合かとか金額いくらかとかっていうのは業局が検討してますけど、これはどちらかというと、義務でもありますけど、これはもうお願いする立場だし、飲食店が何か悪いことをしているわけではありませんので、これはもうお客さんもそうなんですけど、これもウイルスが悪いわけで、お客さんも飲食店も悪くはないわけだけども、一定の方は社会を守るために制約をお願いするという意味では、補助の制度、それを設置してくれた場合の補助制度というのは、義務とともに、まず義務化できるかどうかまだ分からないですけど、そのアクリル板と使用センサーについて書かれたり、正常明確に規定がないので、義務化が無理であれば何かこう24条クーポンのお願いになるのか、そういった形になると思います。要は趣旨としては飛沫感染をいかに防ぐか、ここに飲食の場でこう協力のお願いするっていうことをより今までになってきましたけど、マンボウになったらよりそこに義務という形で力を入れたいとなってます。でこれがうまくこう機能すれば、時短要請の場合はいつか戻しますけど、これは一定の習慣がついてくればですね、ワクチンが行き渡るまでの間になると思いますけどね、上がる速度もやっぱ抑えると思いますし、感染に強い
体制作りにつながるのではないかというふうに思っています。問題の逆にあるかもしれないんですけど、うん、そのあれですか、新たに設置するところにそういう視点という形を、普通にこれまでは設置するようなところも含めて、まあ、あのこれは補助金というのは基本的には訴求適用しないというのが補助金の仕組みだと思ってますので、訴求適用というのは難しいとは思います。ただまあ僕はもう制度なので、今部局に指示をして作っている最中です。発災で了解です。マイボス措置について政府も適用視野に検討しているようなんですが、すぐにやろうというよりも4月1日からの時短の効果をちょっと見極めて判断していこうというような考えのようです。それについて知事はどのようなお考えで、今現在ちょっと国との調整でどこまで話しそういうその件について話しできているのかについて教えていただけないでしょうか。はい、まずこの感染状況を見極めるというのはもちろんこれは最後国が判断されることなので、その通りだろうでます。で、ここはもう国と協調しながら協議しながら進めているところです。まあ、感染というのもやっぱり増えるときは一気にぐっと増えてきますので、そういった意味では迅速な対応が必要ではないかと思ってますし、まあ、ここは国とも共有できていると思ってますから、まずはただ大阪で正式にまだ本部会議を開いて、まん延防止等重点措置を要請するという決定をしているわけではないですが、まあ、もちろん国とも協議を始めてますけれども、で僕自身もこう発信はしてますけれども、大臣の話はしているんですが、その決定というのはきちんと早い段階でやりたいと思っています。国も大きな波を防ぐということで、やっぱりその方向性は一致していると思います。何か大きな阻害が生じているとは思っていません。今の段階で。1日からの時短効果を見ていくというのは、ややちょっと今の大阪の状況からしたら、認識がちょっと違うのかなというふうに思ったんですけど、その点はいかがでしょうか。ただ、まあ、僕に報告が上がっている限りは、4月1日以降の効果を見極めているとまでは報告が上がってきていないので、ちょっと本当にそういう認識なのかなと思いますので。それちょっと前提に答えに難しいんですけども、危機感は共有できていると僕は思っています。で、まん延防止等重点措置というのは法律で定めた措置であって、そしてどういうことかというと、緊急事態宣言にできるだけ行かないようにする、その一歩手前の措置ですから、感染が急拡大したときに、このまま行けば緊急事態宣言に突入する可能性が出てきちゃうと、その前に止めようというのがまん延防止等重点措置ですから、やっぱり機動的にやるべきものだと僕は思っています。なので今まさに大阪の状況を見ると、この先週1週間と全く状況が違うわけです。この1週間で急激にこう増えてきているという時にはやっぱり速やかに判断すべきではないかなと僕自身は思っています。すいません、共同通信の黒です。先ほどのマスク会食のやり取りを一点確認させていただきたいんですが、政府知事は府民に対する呼びかけと、事業者に対する CO2 センサーの設置などの基本柱でされていくということでしたが、政令上ありますので、入店拒否の条文というものは適用される考えは基本的ないということです。あります。それはだから事業者に対することだと思います。事業者に対しては入店拒否と、環境設定という、そのものを求めるんですけど、そうです。それとあと対象です。マスク会社の支援の場合の対象をというのが政令上の適用になるものだと思っています。ただじゃあ現実にね、お店の人がマスクしてないお客さんがいたときに、その退場っていうのは言えるかって言うと、やっぱお客さんだから実際はそうなかなか難しいとは思うけれども、だから僕自身はそのお客さん利用者の方にね、そこをぜひお願いします。これはある意味政令上の義務として規定もあるわけですから、お客さんの方に、これはもう大阪府からお客さんの方にマスク会食についてはもう政令上の義務としてまん防期間中はお願いしますということを発信していきたいと思っています。で、根拠情報を紐解いていったら、それはまず政令上の
区民の皆さんに協力を求めることができるというあれのその要請に基づくものとして の根拠規定になるし、お店の方からするとやはりマスクしてないものについて の入場禁止というのがそれはあまり義務になるし、そうじゃなかったら退場すべしというのがお店の義務になるわけですけど、条文の立て付け上それをお店にもお願いすることになると思います。現実にやっぱりこれは大阪府から府民にお願いしないとお店からはなかなか難しいなと思います。お店でできることで言えばやっぱりアクリル板の設置とか QO2 センサーを設置して 1000ppm 超えたらすぐ換気するとかそういったことは現実できると思いますから、そこはちょっと政令上明記はないんですけども換気の徹底というのが政令上明記があるので、ここにお店の方はぜひ力をお願いしたいと思います。だからトータルで飛沫感染を防ぐっていうことを考えているときに府民の皆さんに大阪府からこれはお願いします、まん防期間中もお願いしますということをこれ義務としてお願いしますということを多分批判もあると思いますけども今の感染対策社会経済というのを考えるとお願いしたいと、その適用を考えていきたいということです。ありがとうございます。もう一つすみません、昨日の発表で重症者が83人に上ってまして、先日の対策本部会議で示されたシミュレーションよりもはるかに早い速度で増えていると思いますけど、そのことについての受け止めと、今後 その病床、さらなる病床確保についてどのように進めていかれるかお考えか、はい、重症の方については陽性者が増えてくれば必ず増えてきます。重症率は全体の陽性者に対して 3% ですから確実にやっぱり 3% の方は重症になってくると、300人いれば9人か、平均すればそれだけは必ず重症になってくるということですから、やっぱり全体の陽性者が増えてくると重症者が増えてくるし、今全体の陽性者のうちも年齢分布で見ると20代30代が6割ということで、そこまで高齢者の方には広がってませんが、これまでの傾向でいくと20代30代が広がった後に高齢者の方にクラスターの川下と言われるとかですけど、家庭で同居されている方とか施設の方に広がってくるというような傾向なので、重症病床というのは今後逼迫してくると思います。そういった意味では病床についても非常に危惧はしている。今の波のままいくとまだ今のパーセントはそこまで高くなくても、これは必ず逼迫してくるという危機感もあるので、まん延防止等重点措置というのが必要ではないかと考えています。ただその日だけでいくと、実は一番多いのはやっぱり月曜日が一番多いんです。転移のタイミングっていうのが一番月曜日が転移が難しい、月曜日以降、今反映されるのは火曜日、統計上は火曜日、日曜日までは転移が難しくなって、だいたい週末にかけて、週末はどちらかというと増える傾向にある。そして転院とか退院される方っていうのは平日に転院退院されますから、そこで転院退院者が出てくるというので、トータルでやっぱり見ないと曜日は多分月曜日が一番増える曜日になるのが今までの傾向だし、病院実務ではそうだというふうにも聞いています。ただそれはあくまでも1週間単位で見た傾向だけであって、全体として見た傾向っていうのはやっぱり陽性者が増えれば間違いなく重症者は増えてくるわけで、今陽性者が右肩上がりに増えてきてますから、重症者も2週間ぐらい遅れて右肩上がりに増えてくるだろうというふうには分析をしています。それがやはり重症病床についても増やすという形でやってきてますね。だから簡単には重症病床増えないです。明日の記者というのもいろいろ発表させてもらいますけど、やはり感染者を抑えていくということをしないと病床は確実に逼迫しています。先ほどのお話の中で CO2 センサーのアクリル板の話がありましたけれども、ちゃんと政令には書かれていないんですけれども、政府との調整の中で、例えばその政令からアクリル板の設置だったりとか、CO2 センサーの設置ですね、をすることっていうのはかなり難しいというような見解というのは寄せられているんでしょうか。いや、ちょっと難しいとまでは聞いてないんですけども、今そこは条文上明記されてないので、換気の徹底というところに含めれるかどうかというところで国の解釈を求めているというところです。こっちで勝手に解釈するわけではないので、それが適用除外だよ、適用されないよということであれば、24条9項でいつもの条文でお願いするということにはなろうかと思いますけども、ただやっぱり換気の徹底ということを考えたときには非常に重要なポイントだと思っています。
思います。じゃあ具体的にどうするのか言えば、これはやっぱ環境を徹底する以上、その基準となる CO2 検査、あれすごく徹底に役立ちますから、見える化しますね。それとやっぱりアクリル板、その周りのアクリル板をやることによってエアロゾルが広がっていくのを防ぐこともできるので、趣旨としては合致しているんじゃないかなと思ってます。今ここは国の解釈を求めているところです。まだ結論は出てません。今厳しいとなった場合ですね、例えばですね、24条9項の方でそのアクリル板の設置だったりとか CO2 センサーの設置の方を要請して、で、まあ、それに応じた場合は補助金を支給するというようなことは方針になるんじゃないでしょうか。まあ、それはやります。いずれにしてもやるということになると思いますけども、まあ、やっぱり法的根拠ですね。まん延防止等重点措置が仮に適用になれば、これはもうそういうそのエリアについてはやっぱり政令上の義務が生じるということで、ここはもう社会全体を守るという意味でも、義務といえばきついように聞こえるとは思うんですけども、感染の急拡大を抑える、あとは社会経済に成り立てているためにもお願いします。まあ、政令で規定されているわけですから、そこは法的義務としてお願いしていきたいと、政令上の義務としてお願いしたいと思ってますから、ただそこは解釈を今国と調整をしているところ、調整というか国の会社が待っているところです。ABC テレビの川口さんの詳細をできるだけ確認させてください。国と今そのマンボウの予定について協議というのを調整中ということなんですけれども、知事としては州内に誰か向け会議を開いて予定するという方針は変わりないということで大丈夫ですか。はい、変わりありません。その準備で今、まあ、感染急拡大の場合にフェーズに入っていると思いますので、もうこの対策というのはやっぱりどんどんやっていくべき時期だというふうに思っていますので、週内にやるという方針は変わっていないです。それで前にちょっとマスク会食について1点だけ、先ほど主自身もなかなかお店側お願いするというのは難しいという申し上げたと思うんですけども、まあ、それでも一応その飲食店側には何かこういうのが、まあ、マスク会食です、これはちょっと不適切ですっていうような、なんか具体的なマニュアル的なものは提示するお考えはあるんでしょうか。まあ、その6万件にどうやってマニュアルを提示するかという問題はあると思うんですけども、ここはもう情報発信をしていきたいというふうに思います。個展ごとに何かっていうのは難しいかもしれませんが、マスク会食っていうのはこういうものですっていうのは発信をしていきたいと思います。まあ、文書からまでいかなくても一定の、まあ、基準というかパフォーマー的なものは提示はする。そうですね。あとは我々 QR コードシステムをやりましたから、約6万店の飲食店とはつながってますので、6万店には一斉配信できますから、その QR コードシステム、それから感染対策宣言をやってくれてるお店には個別にメールでお伝えするということもあると思います。いろんな手法を使ってマスク会食のあり方について発信したいと思います。前にございませんか。もう今週中になります。できるだけ早い段階でやりたいと思います。まだ決まってないですか。マンボウの政権の使用権についての州内に、え、何ですか。ちょっと声、まん延防止について、政府への要請についても、週内に、書いてくれた後に週内にという流れで。というか、その本部会議で決定しますから、ね、決定したら、もう、あとはもうそれ、府の方針なので、それはもうその日のうちに、国にはお伝えするということになると思います。はい、それに何時にやるかによりますけど、まあ、あとは事務的に伝えるということになります。会議で、だから、まん延防止等重点措置の適用の要請をするかどうかの決定を、最終決定をするということだと思います。はい、についての会議の中で、そうですね、ちょっとたらればのところをどこまで議論できるかというのがあると思いますけども、やっぱり一定の方向性は示すべきだと思ってますので、その範囲についても、まあ、知事としての考え方というのは、
示したいとは思います。ありがとうございます。ただまだ適用されてないから何とも言われないというのですけど、まあ、今その調整を今しているところです。はい、ございませんか。よろしいでしょうか。それでは本日政務に関する質問はある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それではこれで確認取材終了いたします。